エンバペくん、マドリー移籍も年俸100億円ダウン。各メディアによると、エンバペの年俸は税抜きで1500万ユーロ約25億5000万円、契約ボーナスの1億5000万ユーロ約250億円は5年分割で支払われるものの、PSG 時代の年俸7500万ユーロ約127億5000万円からは大幅ダウンになるという。ただスペインシムンドデポルティボによると、白い巨人は肖像権について常に50、50としてきた、と指摘し、しかしエムバペには例外を設けた、肖像権の 80% を与えると伝えた。ダウンしてでもレアル入りバロンドール狙いたかったんだろうか、それにしても安く感じる。こいつにとっての100億は俺らにとっての10万円くらいだろ。Y1 億人分で草。年収100円は草。計算ミスや、Y の年収100万やで。だから年収100万なんだよ。ソースがバルサジ元氏だとちょっと怪しいが、肖像権 80% 与えたなら驚き、有名な選手になるほど、CM やユニフォームグッズ関連などでかい金額になる。20% がマドリーに入るわけだが、エムバペの肖像権収入ってどのぐらいあるんだろうね。ベッカムの時なんかマドリーが払う年俸より折半する肖像権収入の方が大きかったから、マドリーはベッカムにいてもらうだけでボロ儲けだったとか。いや、元の年俸が異常すぎる。プレミアと PSG というかオイルマネーが入ってきて、移籍金や給与が急騰しすぎて意味がわからない。肖像権80、なかなか賢いと思う。それで年俸を抑えられればいいし、エムバペはスターだけど、かつてのクリロナ、ベッカム、ジダン、クイーゴほどのビジュアルじゃなく広告塔としては彼らほどではなさそうだし、ロナウドも肖像権でも儲かってそうだな。ムバッペはそのレベルではないかな。実力じゃなく人気がね。アガールにはならないぜ。